皆さんこんにちは。うん。なんか最近当たりきつくねっていう本音が漏れてしまう。まあまあこういう方にねこう襲われることでやっぱ強くなれるんでまあいいんですけど、そう頑張っていきます。まあ自分結構後手番の時は一手損角換わり好きでよくやるので、ちょっと一手損角換わりで、まあ、せっかくなんでよくやる戦型で教わっていこうかなと。でこの早繰り銀に対しては結構飛車先の歩を伸ばすのがこちらの対策としてよくある対策で、まあ伸ばさなくてもいいんですけど、まあ伸ばしても戦えるっていうところですね。11連勝か。勝率もなかなかの勝率でしたね。まあ早繰り銀、ああ3筋の位を取って、これはこっちのこの歩を使わせない狙いで、こっちこの歩をつけるとこう桂馬を跳ねて右の桂馬が使いやすいんですけど、ここついておけばこの歩がつけないので、ということはこの右の桂馬が使いにくいっていう狙いになります。ただまあこの歩も一長一短でこう後々こう3筋からこっちが攻めやすかったりするので、うん、そのあたりが微妙というか、まあ、一長一短ですね。で、銀もまっすぐっていうのは結構珍しい。これ2四歩同歩同飛車って飛車先の歩を交換できるようなんですけど、そこで2五歩と、ここに蓋をする手があって、次に3三金とか上がられると飛車が詰んでしまうので、多分ちょっといけない、飛車先の歩を交換しに行くのはちょっと危険かもしれない。一回玉入っておきますか。で、多分3三桂でこの歩を取りに来るんじゃないかなと思うんですけど、3三桂って跳ねると、この地点が2枚になるので、こう次取って、同飛車なら同桂と取れるっていう狙いなんですけど、ここで行く手は考えられないかなとか、今ちょっと思ってます。こう玉を入ったことで、飛車が切りやすくなった。先までだと、こう、ここにいたので、飛車渡すと、飛車の王手で一気にこう攻められちゃう形だったんですけど、玉を入城したことで、飛車を切りやすくなったので、なんというか、まあ、歩ついて同歩同飛車だと、ここに歩を打たれて、蓋されて飛車が詰んでしまうんですけど、まあそこで一気にどんどん攻めていってどうかみたいな。飛車を渡す可能性はあるんですけど、そこでガリガリ攻めてどうかっていう展開に、ちょっと持ち込めないかなとか。思ってるんですけど、無理かな。まあでもちょっと行ってみますか。わからないんで、なんか単純に取られるのも嫌なんで、でもちょっと無理かな。あ、2五角、あ、そっか、角で行く手があるか。2五歩だと角みたいな手を考えてたんですけど、2五角だとこれ金取りなんで一回対処しないといけないんですけど、そこで2三歩と打って確実に飛車を取ろうっていう狙いですね。ただまあこれは一応まあ、飛車角交換というか、できるので、そんなに簡単な勝負ではない気がするけど、まあ、とりあえず4五歩ついて攻めていきますか。4筋を絡めて攻めていきたい。結構、角換わりは、この7一角と打つ手が狙いになりやすくて、こう、飛車と真ん中を狙う手。ただ、今すぐ7一角と打っても、7二飛車と寄られて、角が詰んでしまうので、一回4四歩とか釣り上げてどうやろう。これで同金なら、同金と取ってもらえれば、この地点が弱くなったので、角打てば、こう飛車と、ここになる手の両狙い、っていうのが狙えました。なので相手の方はかわしてきたんですけど、まあ一応この4四に拠点ができるのは大きいので、なんか17桂とか一回使っとくか。まあ、使えてない桂馬を使いつつ銀取りにして、1六銀と出てくる手には、ここに角を打って、銀取りにしつつ、なんかこの拠点の地点に角を利かして、まあ、どこかでこう、ここの歩を成って攻めるような手も狙っていきたいなっていうところですね。まあ、こっちも事前にこう、飛車に強い形に玉を囲ってあるので、まあ、飛車を渡してしまったんですけど、すぐその飛車で攻められるっていうことはないですね。なんで、まあ、この余裕のあるうちにある程度こう相手陣に食らいついていくような指し手を続けていきたいところかなと思います。まあでもどうですかね。これ銀、こっちも
なんていうか、歩があと2枚ぐらいあればもうちょっと、なんていうか攻めやすいんですけど、歩がないっていうのもちょっと心配なところですね。あ、でも16銀なんや。結構それ意外ですね。角打ちが、角打ちとかこっちから打つでもあるんですよね。敵陣深く打っておいた方がいいか、まあ、こっちに打って、ここにもなんかこう、効かしておいた方がいいか。どっちやろ。普通はこっちかな。こっちに打つと、まあでもあんまり意味ないか。あんまり意味ないというか関係ないか。いや、なんかこっちに打つと、後々角を打った時に、飛車を逃げるなら、横に逃げるならここしかなくなるっていう意味がちょっとあるんですけど、あんまり意味ないかな、それ。まあでもとりあえず打ちますか。角打って。ふう。ふうなんや。ふうか。ふうですか。これ角とか打ってこの地点にシンプルに足して次に歩をなる手を見せると、どう受けてくるんやろ。ちょっと狙いが単純すぎてちょっとやりにくいんですけど、こういう単純な狙いって、なんていうか決まればいいんですけど、受かると、それまでみたいなところあるんで、やりにくいんですよね。角とか打つと角打たれて、あ、じゃあ角打つと飛車打ってこの地点足されると、攻めつなげるのが大変かな。でも、歩成りで、同金同角成り。結構うるさそうやけど、いや、でもちょっと微妙かな。とはいえ、じゃあどう攻めるのか。まあ、角はあるんですけど、飛車浮かれた時に、継続が難しい。角打ってみますか。ちょっと、強引な感じはありますけど、なんかこの辺りの攻め方が、結果を左右しそうな気がする。あー、でも来ますよね。そうですよね。これで歩をなってどうかと思っ、あー、でも歩なって同金、同角なり同金で角なって頭金を見せようと思ったんですけど、飛車の横利き通ってるんで、そうか、そんな簡単じゃないか。まあでも、行くかな。ここで角実は取れるんですけど、こう角の利きが遮られてる。ただそれと金どかして、角で取るっていう手があったんで、まあ同金ですね。で、同角なりに、これは同飛車も同金をどっちも考えられそうで、相手の方がどっちで来るかわかんないんですけど、同金なら角をこっちになって攻めようかなと思ってます。同飛車ならまあ同角なり同金に飛車で王手して、玉逃げた時にまあ金とか打ってこう、飛車をちょっといじめつつ、攻めていこうかなと。あ、同飛車でしたね。まあこれはもう取るしかないか。ちょっとこっち攻め駒が少ないので、なんかこう攻め駒を補充する形にしながら攻めていきたい。まあこの後玉が逃げたりしたらここに金を打とうとしてるんですけど、できれば金とか打ちたくないんですけど、あんまりこっちに使うっていうよりかはこの王様めがけて使っていきたいんですけど、ただちょっと攻め駒が少なすぎるので、攻め駒を補充しないとしょうがないかなっていうところで、まあこの辺りに金を打って、ここら辺の銀とか桂馬とか香車とかを取りに行こうかなっていうのが読みですね。まあこれに対して飛車横に逃げれば一応こう飛車なりで桂馬が取れますし、縦に逃げてても銀取って、まあ同桂なら飛車なりで王手飛車とか、まあちょっとそういう筋もあるので、まあこれで駒を補充して、その駒をこっちで使っていこうっていう狙いなんですけど、ただまあちょっとこう入玉が気になるところですね。こっちの玉はかなり硬いので、すぐ寄せられるようなことはないので、あんまりこう寄せられることを今すぐそんな気にしなくていいと思うんですけど、入玉は結構現実味があるというか、かなりこっち、ここら辺がスカスカなんで、入玉は気にしとかないといけないですね。相居飛車とか相振り飛車は常にこう入玉を気にしておかないと。対抗系の将棋ってこう玉がこう向き合う。相手が振り飛車だと玉がここにいて、こちら居飛車だとここにいるんですけど、そういう将棋ってこう、上に行っても大体こう、こっちの玉の守りの金銀がここら辺にいるので、入玉ってあんまり気にしなくていいんですけど、相居飛車の将棋ってこう、こっち、相手玉がここにいて、ここら辺がこっちの攻め駒なんで、
こうどんどん攻めていくとここら辺の駒がなくなってることが多くて入玉されやすいんですよね。こうなんかでどうしたとそういう話してたらどうした。これ持ち駒に金があればこう切って一気に寄せるみたいな手もあるけど、ないからとりあえず桂馬補充して、次に竜を引いて王手飛車をかける手をとりあえず狙っておきますか。まあ竜引いて王手飛車かかったとしてもここに金打たれると受かる形なんで、すぐに別に王手飛車が決まるわけではないんですけど、まあ竜引いて金打たせれば、金打たせることができるのは結構大きいので、まあそこで香車取っておくぐらいでも、まあこちらとしてはポイントかなと思います。で、相手の方も一目散にこう上に逃げたいと思うんですけど、こう上に、ただ今すぐ逃げるとこう竜で香車取る手がちょっと気持ち悪いと思うので、それがあって相手の方はすぐは玉上がりにくいっていうのが、まあこちらにとっては救いというか、うん、それがなんていうんですかね、ギリギリこう入玉を止めれてる、今のところ止めれてる理由というか、あ、角でちょっと上部開拓しに来ましたね。嫌やな、本格的に上を目指しに来ましたね相手の方。本格的に上を目指してきた時にどうしたらいいんやろ。一回やっぱ竜は利かした方がいいのかな。竜王手して金打ってくると思うんですけど、香車取ってね、多分まあ角成りとかで上を開拓してくると思うんですけど、そこで寄せがあるかどうかなんですよね相手玉に。まあ駒結構あるんで寄せがあってもおかしくないなとは思うんですけど、金打ちに飛車を取ってしまうような手も考えられなくはないんですよね。飛車取って同金に飛車を打ってこう金取りにしながら攻めていくっていう、でも考えられた。だ角打たれて寄るのかと言われると寄らない気もする。あー、これ悩ましい。ここを分けそう勝負を分けそう。皆さんはどっち派ですかね。飛車渡してもいいんで取って同期に飛車もかなり魅力的やけど、角打たれて飛車成りとか一回逃げるんじゃ変かな。角打たせてまあ香車取っておくとかもあるけど、香車取って角成りで桂馬まっすぐ、いやでも香車取るか。香車取って竜回る感じがいいかな。竜回って金取りにする、これが受けにくいみたいな狙いでどうでしょう。ここにいるのが竜なんで、角を追ってくる手には銀を追って逃げた時に竜だと斜めに行けるので、ここにいる角を取れるんですよね。それはさすがに駒がボロボロ取れてるので、こちらが勝てそうな気がします。そんだけボロボロ取れたらさすがに、うん、勝ててるはず。で、次これ腹銀が打てると大体寄り形なので、あ、金、金は寄るでしょう急に強気、金は寄っててほしいな。銀とかでどうするんやろ。これが寄らなかったら結構ショック。桂馬とかどうするんやろ。桂馬を上がるのは取ってひたすら逃げる手があるか。桂馬逃げるのは竜で、合駒に銀で逃げて竜とかで大体寄ると思うけどな。まあ、この桂打ちが金取りにしつつ、この、ちょっとこの上に逃げる手を塞いでる意味があります。いや、これはなんか結構チャンスは来てると思うんですけどね、この局面自体は。勝ちきれるかわかんないんですけど、後で評価値を見れば、ここは良かったってなりそうな局面ではある。ただ、将棋は勝ちきらないといけないのが難しいところで。強者とか絡んどく。銀ってちょっと変かな。銀で馬で急がされた時に竜逃げ、竜強者、強者同金同金同金、わからん。銀打ちも結構有力に見える、強者も有力に見える、どれも有力に見える。でもはっきりした詰めろをできればかけたいけど、これ銀打って逃げて竜とかで迫るとどう受けてくるんやろ。まっすぐ逃げる？銀なる。受けなさそう。銀逃げて竜。ん？それどうやって受けるんやろ？それで必死って言ってほしい。それで必死って言ってほしい。
これは今相手玉に入玉されないように寄せ切るのが大事な局面になってて、その順がないかっていうのを考えてます。こっちの玉が寄るっていうことはないので、こっちの負けパターンはもう入玉なんですよね。相手の方に入玉されるのが負けパターンなので、その唯一の負けパターンを防げないかどうか。あー、竜。いやでちょこれ銀なりで、逃げたら竜で詰み。あ、てか今同桂もあったか。シンプルに同桂もあったけど、なんか見えてなかった。まあでも銀なりにどうしてくれる。銀なりにこの地点を足すのは角なんですけど、まあそれなら金取っておいてもいいような。取ったら逃げるんかな。一回取るか。わからん。次桂馬取れれば必死なんで、多分上に逃げてくる。そこで角取る。桂馬取る。いや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 。香車は？香車同香同銀。いや、香車一回打った方がいいかな。同香同銀を利かした方がいいのかがわからん。これで上の逃げ道が狭まったのか、何なのか。時間がない。次、角打ちで、詰むはず。取って、同桂は角。これ、馬とかで、あ、同玉。待って。金。銀の方がいい？あ、どっちがいい？金の方が馬を引く手がなくなってる。意味はある。なんかすごいギリギリの、これで竜引いて、角、あ、桂馬。角で、角で王手して、歩、同角。角で詰みかな？あ、詰みではない？同金。あ、詰みか。これ同金で、同桂とは取れない。寄るしかない。金。あ、待って。金は同桂か。あ、でも竜の王手で合駒がない。おぉすごい。ちょっと最後ややこしかったですね。感想戦していきます。というわけで感想戦していきます。まあ、今回は一手損角換わり対早繰り銀の将棋だったんですけど、まあ割とこう相手の方がこう銀を、守りの銀をこの後上がってくるんですけど、これですね。これがまあ珍しい展開で、で、桂馬を跳ねて、まあ、この銀を、ちょっと戻って、この銀を上がった瞬間に、飛車先の歩を交換できるんですけど、これまあ本譜のような手もありますし、ここだとこう歩を打たれて、この後まあ例えば金寄りとかでこう、飛車を詰まされてしまうので、で、飛車を取られるとこっちの陣形、次こう、すぐこう、王手される形になってて、これは厳しいので、ちょっとすぐに飛車先の交換はできなかったですね。で、桂馬跳ねた手に交換してきました。まあ、先ほどと違って玉がここにいるので、飛車が渡しやすいっていうのと、まあ、歩を打って、こう飛車を閉じ込めてきたら、一応角を打つ手を狙ってて、まあ、これで例えば、そうですね、まあ、飛車を詰ますなら金とかなんですけど、こういう時にまあ、同飛車成と取って、同銀なら、こう角で金を取る手を、用意しておくっていう角打ちなんですけど、まあこういう風に反撃していけば、まあこちらとしても戦えるかなと思ってました。で、相手の方はそういう手を気に嫌って角を打って金取りにしてきて、金取りを受けた手に歩を打って飛車を詰ましに来たんですけど、ここはこっちが良かったみたいですね。なんかこの順は、まあこっち角2枚を生かして攻めていくことができるので、ここからこちらが良くなってて、で、ここからは、ずっとこちらが、形勢は良かったみたいです。歩成り同金同角成りで。同金にはこっちになって攻めていく手があったので、同飛車だったんですけど、取ってから飛車打って、金を張り付いていけば。結構これがうるさい攻めでしたね。ここの辺りはもうはっきり小勢だったみたいですね。ちょっと、威圧感も感じてたんで、あんまりはっきり、いいとも。まあいいとは思ってたんですけど、まあ、こういう将棋ってその、相手の方がどうのとかともかく、その入玉されるとどれだけ良くても一気に負けになってしまうので、まあそのあたりの緊張感もあって、あんまりはっきり勝ちとまでは思ってなかったんですけど、まあここはもう相手の方の玉が寄り形で受けがない。
形でしたね。銀成りで角を追ってきたんですけど、金取って。まあ上に逃げられる展開だけ気にしておけば、冷静に見ればここは勝ちの局面ですね。取って同玉に上だけを防いで。で、強者には竜で王手して、合駒した手に角を打って、歩には同金で。これ同桂は竜で王様取られてしまうので逃げるしかないんですけど、本譜の竜を王手すれば、これ合駒があればここに打てばいいんですけど、合駒がない、歩しかないんですけど、歩を打っちゃうと2歩になるので、合駒できないので、合駒できないとなると王様の受け方がないので、詰みになってこちらの勝ちになりました。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を、YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。